今回の企画は、はい、カイラさんのドライブ。おお、第2弾です。あら、なるほど。シリーズ化したんだ。いや、そうなんですよ。いや、シリーズ化せんでええって。っていうのは前回、はい、まあ、ちょっとまあ我々が心残りがいろいろあったなっていうことと、まあ、確かにね、まあ、あと海田さんの運転がちょっとスタッフに、はい、まあまあ不評だった。あらまあちゃんと運転しろよお前。最悪だろ運転させられて。そんな何よ悪口言われてさ。ちょっと使いづらい映像が多かったと。意味わかんないでしょ。助かってんだぞたくさん。まあまず運転から鍛えようということで、今回富士サファリパークにやったやってまいりました。運転関係ないとこじゃなくない。海田さんの運転に足りないのは優しさということで伺っておりまして。なるほどね、はい、動物と触れ合うことで思いやりの心を育もうと、なるほど、はい、俺ちょっとでもあんまこういうとこ来たことねえからちょっとワクワクするぜ、交差禁止です。あーワーニングって書いてある。降りたら終わりなんだ、はい、車から絶対降りないでください。そうそうそう、絶対に窓開けないでください。まずもう頭、はい、もういた熊ゾーン怖っ。むちゃくちゃ怖いな。デンジャーの看板の凶悪に書かれてる、ね、印象操作が入って怒ってるもんだって、すごい。え、じゃあ全然いるいるいる前方。あ、いるなバチバチ。ちょっとバチクソいらあ、いらないな、クマでかい。こっち見てるっすよ。かわいいね、そう見ると。あの、止まってほしい時は言ってくださいね。はいはい、これが見たい、あれが見たいあったら。その僕はあのただでさえ運転というのは命を預かるのにさらに危険なところを運転させられているので。だいぶ上がってる。この辺とかもいるのかな。あ、いるいるいる、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、かわいい、すごっ。休んでる。なんかポケモンスナップみたいな。あー、確かに。あれ右の方にいる。あれ違うか。あれは、いや、右のクマ、岩、岩か。いや、クマ、いや、クマですね。クマだ、あれ岩かと思った俺。いや、クマだ。岩よりだけど、岩によらなくてもクマだね。つかみはすごいぞ。いや、つかみでクマ持ってくんの、いい施設だ。でなんかオフロードコース行けるみたいな。ほう、オフロードコース。もういてもおかしい。あ、いる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 。いるわ。カモにめっちゃいる。おおおおおお。うわ、めっちゃいるわ。ちょっと近近近。あ、近すぎちゃってどうしよう。じゃあここ行ってみますか。行ってみましょう。おお、いいね。やっぱライオンは岩の上にいてほしいものだ。これ百獣の王冠出てますね。鹿。鹿。うわ、なんか食ってる。鹿。向こう食ってる。あら。鹿。一番クマからのライオンってちょっとすごいな。最強のランキングですぐ上がるやつらじゃん。あと左左左カラスがいる。いやいやいや、そんな引きつけてカラス。もうちょっと前に出す。てかこれすごい。なんか右側のさ、これ下から見れるのかな。富士サファリパークいいとこだなこれ。これ下から見れるってことでしょ。あ、なるほどね。そう、上で食ってるよ、サービス精神が、はいはいはい、こう見ると可愛いなね。上に行きます。はい、はい、違う、左側少ないよ。俺の視点全然いねえ。いないですよね、左が本当にいないですよ。カラスだけ。そう、カラスだけ本当に。いや、こっから左フィーバー来るかもしれないです。いや、でもやっぱ岩の上にいるみたいな絵になるショット分かってますね。そうですね、あの配信者みたいなとこありますね。ちゃんとそういうとこが好きなのかな。顧客が見たいものをでも見せてるな。いや、次何ゾーンですか。次のゾーンなんですけど、トラゾーンです。トラが。こんなに出し惜しみしないことありますか。クマ、シシ、トラと序盤からもう攻めすぎる。こっから左フィーバーの可能性ありますから ね。じゃあちょっと行っちゃいますよ、オフロード。行きましょうか、アムールトラを。いるんちゃうの。あ、正面を見ろみんな。何いる。おお、近づいてるぞこっちに。うわ、いるわ。うわ、ガタイヤバ。うわ、かっこいい。ちょうど日の当たるとこに。おー、王者の貫禄。どうですか。うわー、いいね。うわ、でかいね。これでもオフロード行かない方が左側から撮れたかもですね、顔。うん、俺は壁見てるよ今ずっと。ごめんね、フワさん。今私とフワさんずっとフェンス映してる。フェンス、フェンス、フェンス。ディティールどうですか、フェンスの。めちゃくちゃ凝ってる。うん、目が細かい。ちょっとこれ、まあこれだけ今ね強いラインナップ来て、何なら我々ががっかりしないんだと思うかもしれませんが、はい、待ちに待ったの来ましたね。なんですか。
ゾウです。ゾウ来た。ジュラシックパーク感あるなこの檻。いやいい、確かに。なんかさっきまでのこの檻っていうかゲートスッて開いたんですけど、お結構厳重じゃないですかゾウ。やっぱでかいんじゃないの。破られちゃうからな。なるほど、確かに。ねえ、立ち寄りだ。おもう左側にいるいる。もうすでにいるんですよ。おお、でかっ。いや、めっちゃゾウ。うわ、いったんや。すげえ。うわ、これはなかなか。でもゾウって賢いんですよね。そうですね。なんか絵とか描いたりして、描いたりとかできるっていう。なんで鼻の頭の部分の色は違うんだろう、ね、あれ、何焼けなんでしょうね、あれは。日焼け日焼け、なんでそこだけ焼けてるのなのかな。もしくは、オシャーなのか、あれはオシャーでやってるのか、オシャーでああなるのか。いや、あ、てか髪の、なんかハゲ散らかしてね。違う違う、生えてる、生えてる、あれは逆に生えてる、あれは。ほら、こういうの逆に生えてる。ハゲ散らかしてないか。どうなんだろうな、進化の過程でもともとめっちゃ生えてたけど。てか富士山綺麗、富士山とゾウっていう。富士山も綺麗。日本で一番でかい2つや今。あれサイか、これサイだ、サイだ、サイでかいな。え、ここあれかな。富士山バックのサイすげー、ね、おお。ポジション完璧だよ、素晴らしいですよ。いいです、運転うまいですよ、富士山。ありがとうございます。なんか腑に落ちないけど。出た。あ、ロクダ。あんなでかいっけ、ラクダって。ちょっと。でかっ。え？おい、もちゃもちゃしてるぞ、ラクダ。育ちすぎですって、あれ。あれがフタコブラクダですね。コブが2つあるラクダなのかな。あれ、コブがやっぱすごいな。うわ、コブってこんなに。え？いや、もうそろそろあそこから。誇張したコブだ。あそこから生まれるぞ、何か。緊急時はあれを投げるの。投げるの。でも、あれはでも乗りやすいわ。あのコブは、いや、乗ってくださいの形状ですもんね、あれね。ちょうど真ん中にスポットの水を蓄えてるんでしたっけね。なんか栄養、まあ水とかもそうだと思うんですけど、栄養蓄えてて使うとしおれるらしいですね。へー、すごいな。これ、あれ、あれ、さすがにすごい。あれ、誰だ、あれ誰、なんか来た、かわいい。生でよろしいのか、これ。あなたは生だと思う。あらららら、予想でもいい。生だ、近い近い近い、近いよ。うわ、生だ。いい表情。すごい、待って、いっぱい来たぞ、なんか正面も。やばい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 、やばい、やばい、やばいって。ピーバータイム、カメラ止めろって言われてると思う。やばいって。ここで餌やりができるみたいなんで、せっかくなんであげてみましょう。カイダさん、うわ、これ嫌です。めちゃめちゃカイダさんサイドにいるもんだって。もちさん、あげれるよ。どこせよ、カメラ機満々だから。ラマとエランドは人参ですね。人参だ、人参ある。社長、ちょっとそっち側。人参、おい、こっちもいるぜ。これでか、これでか。ちょっと、うわー、ヌンヌンだ。いやー、すげーな。よかったよ。枝ごといきそうだったもんね。枝ごといきそうやったな。2体集まってるもん、ここ。かわいい。いや、すげー。あ、すごいな。迫力やばいな。いや、これは大満足ですね。すごいな。まだ終わりじゃないっすよ。ちょっとちょっとちょっと、すごいのいる、すごいのいる。あらあらあら、来ちゃった来ちゃった。標高高いのがキリンか。キリンです。動物園といえば。じゃあちょっと、キリンだ。気合い入れて横付けしていくんで。すごい、キリン。ガゼルもついでにおるぞ。なんかガゼルついでって言うな。なんだっけ。え、全く動いてないんだけど、本物これ。一気に動物の本物だこれ。本物です。動物の密度が高くなったらこのエリア。あ、どうやって上げるんだよ、あの高さに。いやいや、向こうが下ろすんだろ。興味あるの、これらに。ちょっと試しに窓開けてカッパ出してみます。なるほど。まあ、出せばこっちに興味を持ってくれる可能性がね。ちょっとどうですか、興味ある。キリン、地上のお前だね。誰だおめえ、誰だおめえ、誰だおめえ、おめえ食うんじゃねえ。おめえダメなやつだ。ガゼル来た。怖っ怖っ。ちょっと帰ってくれ、頼むから帰ってくれ。絶対に帰ってくれ。食ってみたりとかしたら来るんじゃないですか。おい、キリンが興味示さすのむずいぞ。お、右来てますよ。これ短くて怖い。おっさん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 、ちゃんと来たぞ。おっさん来るか。うわー、上げた。枝ごといった。すげー。その瞬、次の瞬間にはもう、うわ、まだあります。うわー、きめー。下が、きめー。なんてことを言う。すごいな、密度。
左も来た来た来た、キリ来ました、キリ行け行け、キリ来るか来るか、キリあ、おー、ダメ、おー、ダメ、おー、ダメ、来るか、おー、うわー、うわー、舐めてる、舐めてる、締めろ、じゃあ、サイドミラー、サイドミラーを舐めてる、わかる、使えるかわかんないけど、これサイドミラーが、やめちゃ、見逃げるぞ、みんな、サイドミラーだけは、みんな逃げるぞ、近いな、ちょっと待って、これ、うわー、うわー、勝手に洗車しないでくれ、動けねえ、みんな、どうしよう、囲まれた、なんで、なんで、内股でミラーを挟んでいますね、もう。ミラー曲がっちゃうから曲がっちゃうから、キリさんでペコっていったから、キリさんミラー曲がってます、すごい、今だ、行こう、脱出するぞ、逃げろ逃げろ、ありがとうレンジャー、ありがとうございます。ラクダってこんなでかいんですね、確かにラクダ乗りたいね、あ、なんかコブに水分あるみたいな感じなんでしたっけ、さっきその話したな、あ、そっか、シマウマ多いな、運転してるからさ、こっちから、そうだね、それは運転してるからさ、こっちから、あ、わかります、やばい、わかる、一回やばいやばいやばい、ということで、はい、お次は、うん、これ最後かな、おお、山岳草食象、山岳地帯にいるやつだ、はい、さっきのとはまたちょっとジャンル分けが、そうですね、山岳ってことは崖、うん、ですね、はい、羊とか、まあ、断崖とかに、あ、そうですそうです、それこそおじさんのライバルじゃん、はい、おじさん出た、ここで和解するべきかもしれない、ついに、じゃあ、じゃあ、あ、でも正面、あ、いる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 、よかったよかった、これはダマジカだ、ダマジカ、ダマジカ、かっこいいな、白見るとこうなんか背中にちょっとまだらの模様がついてたりとか、はい、するみたいで、それなのかな、いや、この角は立派ですよ、ね、いいな、あのすごい巻き角がムフロンみたいです、ムフロン、はい、あ、興味示してるよ、ごめんなさいね、沖側の丸い看板のところまで進んでください、はい、あれ、あれですね、ちょっとあれです、いや、今目の前通ってる、大丈夫ですよ、これ、大丈夫、あ、行きます行きます、大丈夫です、来てるよ来てるよ、すげえ歩いてる、直進で来てる来てる、この人動けなくなります、避けてくれますので止まらず、なるほど、はい、うわー、すげえ、悪魔の角だね、これ、優しく、本当に今引いてないですよね、これまあまあ、でも、そう、信じて、まあ、ゆっくり、はい、ゆっくり、あー、どけた、どけた、お、なんかいますね、なんだ、あれがアメリカバイソンですね、バイソン、バイソン、はい、水牛だ、あ、ですです、絶対無口じゃん、うん、あんま喋らない、嫌だな、ちょ、このなりで食べんだったらちょっと私も嫌だな無口だけど仲間思いじゃん、お前、見た目で誤解されがち、そう、実はいいやつだから、私たちは分かってますからねあなたのこと信じてるよ、ちゃんと分かってますから、俺たちは仲間だぜ、いや、いい、あれ、あの人いい、うわ、いい、あの人本当に新聞読んでんじゃん、もうパパ、もう終わりですね、すげえ、いや、すごかったよ、よかった ね、いい時間でしたね、いや、癒されたわ、いや、運転だいぶ上手くなってましたね、確かに、優しさを感じた、ここで関係ある、すごい優しいまあでも君に眠られたってことは、まあそういうことかもしれないですねいつもそう、いつどこ走ってる時もあれが来るかもしれないと思って、今は運転できるわけですか、かもしれない運転大事だよいや、第3弾に期待だわ、階段